2021年の日本プロ野球は東京ヤクルトスワローズの日本一で幕が下りました。12月15日には NPB アワーズ2021が行われますが、一人の若者が大きな勲章を手にすることになります。それが九州学院出身プロ4年目の村上宗隆選手。プロ4年目の今季39本塁打を放ち、巨人の岡本和真選手とともにセリーグの本塁打王に輝きました。また283塁打はリーグトップで、112打点、長打率5割6分6厘はリーグ2位。東京オリンピックでも金メダルを決める本塁打を放ち、日の丸のスラッガーとしても活躍を見せました。そんな村上選手の活躍の土台となっているのは、九州学院の3年間で培われたといっても過言ではありません。今回はその秘密を探るため、当時の恩師酒井宏保前監督にインタビューをさせていただきました。村上宗隆選手がスラッガーへと変貌を遂げる過程に迫っていきました。まず酒井さんには入学当時の印象についてお話を伺いました。トス打撃のうまさや体つき、ユニフォームの着こなしなど、周りとは頭一つ抜けていた村上選手に一目惚れしたと振り返ります。やっぱ一番最初に会った時にはユニフォーム姿じゃなくて、うち練習見学に来た時のやっぱ大きいなって、体ができてる子だな、そういうふうに。そして最初に練習参加が認められた時に、3月の25日から来た時にすごくユニフォーム着こなしのいい子で、そして練習やっても、もう最初からよく声は出るし、出せるし、すごく野球を楽しんでやってる子だったんですね。久しぶりに見る吉本や高山たちに匹敵するぐらいすごく柔くて柔らかいし、あのバット持って投げる相手とキャッチボールができるようなトスバッティングができたんですよね。どうしてもミートするのがうまかったんですよね、でもマッシンに捉えるんじゃなくてフライ打ちなさいと、フライ、そのマッシンにボールを捉えるんじゃなくて回転入れられるの、もうしばらくもフライ打つ部分も全然構わんから俺は打つなよって。村上選手は1年夏から4番1塁でレギュラーを奪い、夏の甲子園に出場しましたが、ヒットを打つことなく初戦敗退。悔しさを胸に新チームでの再出発を誓いましたが、そこで酒井前監督は村上選手に捕手をさせたといいます。ちょっとキャッチャーをさせた意味が何ですか？いや中学校でキャッチャーやってるのと、あの子記憶力あるんですよ。だからリードとかこのきちんとやらせていったら、そしたらキャッチャーやってたらみんなを見れるし、結局はベンチから野球も指示するけども、最終的には自分たちでやらなきゃいけない部分あるじゃないですか。これは前進守備やろう、これは言ってもいいんだよ、ビッグイニング作るのやめようとか、タイム取ってキャッチャー声かけながらいいよとか、そういうの即座に分かってる。こっちの意を組む力を持ってる。そのキャッチャーとしてプロで活躍してもらいたい。僕はやれると思ったんですけどね。しかし、球団側はもうキャッチャーだったら何年かかかると。やっぱピッチャーのいろんなのを30年ぐらい覚えなきゃいけないし、フォーメーション。それよりもあの子の最大のいいのは打つ方だ。だったらそれを生かしたい。だからそれはお任せします。ではその通りになってきたんですよ。村上選手はシーズン中でもポストシーズンでもベンチの真ん中でよく声を出している姿が印象的でした。チームメイトの打席に一喜一憂し、悔しがり喜ぶ姿にもファンは魅了されましたが、その光景は九州学院時代から何も変わっていないといいます。チームプレーだから、どんな自分が4打数4ホームラン打っても5-4で負けたら勝ちとしてダメ
自分が万が一送りバントでもやっててもスクイズやってても勝った方が試合じゃないかっていう感覚を持ってると思うんです。あの例えばここはなもうしっかり送るとこなんだよって言わないとここは大事だよ死んでいいよとか言うわけですよ、はい、そう言うと村上が監督みたいだとか、はい、あの子はそんなこと全くないんです。なんか村上が監督だったみたいってお前が監督みたいだなって俺が言っていえいえってまあ一言で言うたらね野球の世話好きなんですよ、うん、そういう子なんですよ。それがそういう風に受け取られたり、まあ、自分が座席に立ってるような気分になるんでしょうね。そうなんです、そうなんです、うん、だからもうほんとこう一生懸命結構グローブとか帽子とか持って行ってやったりとか、そういうの世話好きのおばちゃんなんですよ。村上選手は来年2022年には22歳となりますが、すでにトップレベルの成績を収めており、将来はどこまで成長するのか末恐ろしく感じます。最後に今後の村上選手に何を期待するか酒井さんに語っていただきました。やっぱりこの、ね、野球プロ野球選手っていうのはやっぱみんなが見られてるし、やっぱまだまだ花形で露出も多いけども、みんなから尊敬って言わないけども、あの子みたいに育ってほしいなって思うような選手になってもらいたいですね、うん、やっぱりこう最後まで清潔感を持った野球選手スポーツマンであってもらいたいですね。ということで今回は村上宗隆選手の高校時代の恩師酒井宏保前監督にお話を伺っていきました。酒井さん、今回はありがとうございました。高校野球 .com では中学球児、高校球児の皆さんにとってためになる動画を毎日配信しております。今は情報が簡単に手に入る時代ですが、球児の皆さんにとって一番大事なことは継続して続けることだと思っています。ライバルチームの情報や甲子園を沸かせた先輩たちの金言を聞くことによって、日々のモチベーションにしていただければと考えております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。